この人たちがコンサルをし始めたんですよ。はい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 。これ一気にコンサルが乱立さ、これこうか、はいはいはい。業界平均 30% あればいいと言われる中、私の口座に入っている人の 75% は月商100万達成。その秘密を随時配信してます。動画概要欄の一番上にあるリンクから登録してください。はい、今回はですね、はい、コンサルするには、うん、まあ、現場で治療をしとかないといけないのかっていうふうなところについてお聞きしていきたいと思います。 OK でございます。はい、うん、よくね、あのコンサルしてて、うん、もうあの人は現場してないから、現場やってないってことはもう情報が古い、うん、今の生の情報をやってるわけじゃない、うん、みたいな感じで言われることってあるとは思うんですけども、はい、その辺って実際どうなんっていうふうなところをお聞きしたいなと思うんですよ。 OK でございます。現場からね、コンサルにしてまた収入のレバレッジを上げたいという方いると思うので、ぜひそういう方は最後までね、動画をご覧ください。 OK でございます。まあ、これいろんな意見があっていいと思うんですけど、業界を知ってる知ってないとかっていうのは多少知ってる方が、受け手側からしたら、あのお客さん側からしたら知ってくれてる方の方がやりやすいっていう感覚があると思うんですけど、はい、成果を上げる上げないで言ったら関係ないと思ってます僕は。逆にその業界内で圧倒的な結果を出すのであれば、業界を知らん人間からマーケティングを学ぶ方がいいなって僕は思ってます。ああ、それめっちゃ分かりますわ。もう業界の常識に縛られてるところでアイデアが出てこないんで、はい、からユニクロさんとかもそうじゃないですか。柳井さんとかって全く他業種から来てたりとかするじゃないですか。他にもいろいろあったと思うんですけど、はい、業界を変えるのって業界外の人間なんですよ。アウトサイダーの人間が業界を変えていくんで。おお、これは面白いっていうのは僕はあるので、別にその関係ないなっていうのがまず一つ思っていることと、あと現場出てなかったら情報古いでしょってあるじゃないですか。僕全く逆だと思ってます。僕業界いながらやってる時もあったわけじゃないですか。業界いない方がいっぱい情報取れますよ。ああ、そういうことか。で、次、じゃあ、あなた実践しないじゃないのってなってくるんですよ。だ、実践の仕方は、形としては店舗経営から、まあ、セミナーとか。セミナーとかの方に変わってきて、もちろん、直接的にやってるわけじゃないわけじゃないですか。でも、試せるんですね、違う形で。うん、これなんですよ。じゃあ、僕とかだったら今、100人を抱えてるわけじゃないですか。はい。僕100人持ってるのと一緒ですよ。ああ、そっか。僕、試せてるんで、はい、情報上がってくるわけじゃないですか。ああ、じゃあ、これ今、流行るんやなとか。これあかんねやなみたいなのが取れるわけですよね。うんうんうん、こっちもが情報新しいですよ。あ、そう。これが少ない人とかやったらちょっとどうなんかなと思いますよ。僕は一人一人自分の印しか知らんわけじゃないですか。あ、なるほど。それだけで見たらめっちゃレベル低いと思いますよ。でも今はもう何十、まあ、今何百、まあ、過去から見て何千とか見てきてるわけじゃないですか。うんうん、その中で成果出してるわけじゃないですか。で見たら絶対もう情報新しいし濃いと思いますよ。あ、そっかそっか。そのコミュニティの中で、うん、こうやったらこうでしたよ、ああやったらでしたよっていう情報が出てきたりするってことですもんね。じゃあ他にもいろいろあると思うんですね。いや、でもそんなに自分でマーケティングできるんだったら自分で店舗展開した方が稼げるじゃないのって、うん、でもそれやらないってことは自信がないってことでしょっていうふうに思っている人もいると思うんです。あ、なるほど。うん、じゃあそれに対して僕は考え方があるんですね。僕は人を雇う、お店、店を借りる、うん、僕これリスクだと思ってるんですよ。うん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 、僕はもう絶対固定費ないビジネスをしていきたいんですよね。僕はこれなんですよ。これをかけずに人をまとめて、うん、出店をしてるわけですよ。はい、わかります？これって過去の僕は成功法則だと思ってるんですね。もう今の時代って違くて、人を雇うことなく人をまとめて、うん、店を借りることなく店を出していくっていうのが僕はもう最新のビジネスモデルだと思ってるので、だから僕はこのやり方をしてます。で、分かられなくていいと思ってるんですよ。分かられてたら面白くなくて、これを分からせる側に回るからこそ僕まだチャンスやなと思ってるんですね。だって僕って周りが保険の時に自費をやって、周りが自費やりたい時にコンサルをやって、僕のもう次の先を見てるんですね。はい、っていうのはもうこれですよ。今みんな一人一人員が建物展開をし始めていってるじゃないですか。それってもう過去のやり方じゃないですか。でもその先を行ったやり方っていうのは絶対あると思ってるんで、それをやって、これをみんなに認知させて浸透させるのがもう最大のビジネスだと思ってる。なるほど。なんか今の話を聞いたら、はい、その現場でやってる、さっきも言ってたと思うんですけど、うん、現場でやってる話じゃないとなんかね、価値がないみたいな、多分言われること多いと思いますけど、なんか僕みたいなひよっこでも治療院ビジネスってシンプルすぎるやんって思ってて、だからこそこうやって走ってる人間の考えを聞く方がよっぽど治療院に落とせるなっていうふうに思う。絶対それはある。それはあってね、もうこれね、あれなんですよ。
今日もうね2時間喋りっぱなしでこれ最後の動画なんでちょっと元気出てきてるので喋りますけどね気合がもうねこれですよ上から下何でも上から下に流れるんです情報も上から下です熱量も上から下ですどういうことですか全部こっからこっちなんですよ流れてくるのはえまだ分かってないでだからお店でいる限り情報はもう入ってこないです古い情報しかああなるほどいや店舗が下という意味じゃない店舗経営者が下という意味じゃないですよはいはいはい分かります場所が変わらないじゃないですかはい、うん、現場に出てる限りも現場の情報ですよ現場じゃない情報を取っていかないといけないです、うん、で他の業界の情報を取っていかないといけないです、うんうん、あみたいな感じですよだから絶対に変わっていった方がいいだから自分と違うステージの人から聞いた方が本来はいいんですよ、うんただ聞く側が落とし込めないと自分にああなるほど指導家さんは特にそう、ね、ぼやっとというか、まあ、マーケティングってこうなんですよって言われてもじゃあ店舗でこうやって応用したらいいんかが出てこないってことですよねそうです、なのでねえ今言ったら神田正則さんから、はい、指導家さんが個人コンサートついてくれて やってあげるわって喜びません喜びますねえやるとじゃあ指導家ですかみたいな違いますでもめっちゃ良くないですかうん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 でも治療家さんはそれを聞いた時に落とし込めるかどうかは別ですよだから受け手側からしたら自分と同じ状況の人から話を聞きたいんですよ、うん、この情報を自分に落とし自分流にアレンジして落とし込む必要がないからですなるほどなるほどでもそれをしてる限り大きな成功はないと思うんですよ、ねはい、だから売り上げを100万する200万するっていうこの価値観の話しかしないんですよでも違う人から聞いていったら絶対その枠は超えていきますよ確かにって思ってますこれは納得させられましたね。なんかしかもなんて言うんでしょうね。このポジショントークじゃないようにちゃんと言ってるなっていうのが今伝わってるんですよ。でしょ。はい。なポジションなんか取らんでも取れてるからいいね。だって多分それは多分僕裏側でこう ああいう人にも学んでるこういう人も学んでるっていうのがやっぱ自分じゃない、うんうんうん、なんて言うんでしょうね。そこの殻を破ってるっていうのが正しいんか分かんないですけどね、うん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 、やっぱそうやって違うところからどん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 刺激を入れてやっていってるっていうそうですよ萌えさんいいこと言ってくれたらまだ喋れるわもうほんまですか半分ぐらい喋った方がいいですかねで僕はねもう治療業界のコンサルからも学んだし SNS のコンサルからも僕学んだし、うんうんうん、Facebook 広告のコンサルからも学んだし、うんうんはいTikTok のコンサルからも学んだし、うんうんうんまあ、継続するのもありますけどね、うんうんうん、僕海外事業を手掛けてる人のコンサルも学んだし、はい、他何だ学んだいろいろ学んでるわけですよ僕自己啓発マインドのコンサルもやったしね、うんうんうん、これらを受けてるんですよ僕、うん、これが僕ここだけの人に受けてたら多分ちっちゃく収まってますよですよね、うんもうほんま何やろこうしてたらいいよ以上みたいなぐらいのイメージというかうんって考えたら絶対に自分の業界外からですよ業界外の情報を自分の業界内に落とし込むのが最も可能性なるほどそういう意味では何て言うんでしょうこのただの治療科コンサルじゃないなって思うんですよ前川先生のことですよ、はいはいはい、いろんなところから、はい、ああいうところではこう言ってるしこういうところではこう言ってるし、うんまあ、治療科の過去のやり方やったらこうやけども、うん、だって10年前とかの話 しはるじゃないですか、はいはいはい、僕やったら絶対無理なわけで、うんうんうん、それをひっくるめて今こうですっていうふうに伝えれるっていうのは何でしょうね強みですよねほんまそうですよね、うん、いやまあ強みですって、はいだこれもね、それ言えもこれ最後ねこれね、もう苦手きたぞもうこれで帰れるから、はい、これね、皆さんもね、最後ね、これはほんまに覚えておいた方がいいですよもうこれめっちゃ大事です、これ、うん、みんなやってないですよね、これ歴史を学んだ方がいいです、絶対に歴史絶対歴史学んで、その自分の業界とか興味ある業界とかの歴史を絶対学んだ方がいいんです例えば今は2022年でしょはいちょっと12年か開業したのが10年前ですね、うん、でまあ2000年とかあるわけじゃないですか、はい、ここが僕自費始めた時、はい、で多分15年ぐらいに自費が広がりだしたんですね、うん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 、でまあ今に至るわけじゃないですか、はい、じゃあこの時に何が起こったのかを知ってほしいんですよね、はい、この時にコンサルが多発しましたよねこれまで、ね、数名出たところなんです
まあ、ポロポロポロ出てきてね、うんうんうん、ここのこの人たちの受講生が自費をやり始めて自費で成功しだしたのが16年7年なんですよ。うんなるほど。でこの人たちがコンサルをし始めたんですよ。はい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 。これ一気にコンサルが乱立したんです。これそうか。はいはいはい。なるほど。歴史があるんですよ。でもねこのね10年間で今こんないろんなこと起こってるんですよ、うん、もう22年の今自費常識ですよ。確かに。この時まだ未常識ですよ、はあはあはあ、10年でここまで歴史が変わってるんですよこの業界。じゃあこの保険だった歴史って何年続いてるの。50年ぐらい続いてるんですよ。ほうほう。なるほど。この50年の歴史がこの10年で塗り替えられてるんですよ。ってことはこっからの10年間どうなるのかって想像しないといけないんですよ。まだ加速すんねやろな。じゃあそう50そうか。だからもう冷静に見たら分かるじゃないですか。今コンサルタントになるコンサルを教える人が出てきてるわけじゃないですか。はい。まあ、森田さんもそういったことやってるじゃないですか、うん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 、プロモーションしたりとか。でもその先ももう来るんですよ。なるほど。っていうのを僕は見据えて海外に出てるんですよ。うん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 。でももう10年前で海外当たり前になってるから、はい、うん、っていうのを見て動かないといけないんですよ。これは力があるないじゃないんですよ、うんうん、タイミングを見極めてやるかどうかなんです。なるほど。でこういう角度を持ってこれるのっていうのは業界外の人間なんです、うんうんうん、業界外の人間はこういうの見れないんで。だから今日の動画のテーマの結論は関係ないってことです。なるほど、はい、関係ない、うん、あれですね、現場をやってようがやってなかろうが関係ないってことですね。わかります。これめちゃくちゃ最後の怒涛の追い上げがすごかったですね。ということで今回はですね、コンサルするには現場しとかないの、うん、しておかないといけないのかっていうふうなところについてね、うん、お伝えさせていただきました、はい。動画概要欄の一番上にメルマガのリンクがあります。そちらで、プレゼントを配布してますので今すぐリンクをチェックしてプレゼントを受け取ってください、はい、では以上です。ありがとうございました。はい、前川先生、今回ですね、はい、治療院マーケティングで外せない要因とはっていうふうな動画を撮っていきたいと思うんですね、うん、はい、集客ってみんな一言で言うんだけども、はい、ここからここまではマーケティングなんですね、うんうんうん、でこっからここがまあ集客っていう感じなんですよ。なるほど。だからマーケティングと集客って掛け合わせていかないといけないですね。身だしなみを意識することですね、うんうん、おー、身だしなみ、もう簡単に言うと清潔感、キモって思われないようにどうやってするか。なるほど、はい、どんだけ相手のことを考えてるかじゃないですか、はい、うん、だから僕たちって相手が喜ぶとか相手が安心するっていう部分を常に考えてあげないといけないと思うんですよ、うんうん、